にちは、あぎり高校のたまこと、こまれと、くらめと、ポプラです。イエーイ。はい、今回はですね、あおぎり高校2024年コミックマーケット出展決定というわけで、イエーイ。なんと去年よりも大きめのブースで出展されるというわけでですね。どんだけでかいんですか？なんかね、あー、なるほどね。全然わかんねーわ。なんかすごそう。そう、あ、この部屋より広いらしいですよ。この部屋より、この部屋より大きいって聞きました。結構でかいけどね、この部屋も。結構でかいけど、それより大きいみたいです。楽しみ。素晴らしい。で、今回はですね、はい、こんな感じで青桐高校、存在しない記憶の学生生活がね、はい、モデルとなっておりまして、記憶にございません。あ、てか、うちら学生だったんだ。一応青桐高校ですから。酒、酒飲んでません、ほぼ全員。ごめんなさい、ちょっと、はい、今日二日酔いなんですけど。帰ってもらっていい？朝からグロッキーだと通りで酒臭いと思ったわ。めいちゃんずっとこうやってたよ、今日。震えてた、これは。一応ね、私たちも高校生としてやらせていただいてるんで、はい、まあ、こんな感じで、うん、みんなね、それぞれね、部活動とかがいろいろな格好になってね、可愛、はい、いビジュを用意していただいたんですけども、すごいこのキービジュー、かわいいよね。かわいいよね。今回はですね、このようにちょっとね、用意させてもらってるのでね、はい、私たちでどんなグッズがあるのかとか紹介しながら見ていければいいなと思っております。早速見ていきますか。はい、なんか気になるのある？こう赤本気になる。赤本、お、早い、早速。これ何？これ、これ何？何これ？困る、開けちゃって、はい、ほら、これ一体、お、あ、なんか開きます。そう、懐かしい、昔の美少女ゲームの特装版みたいな。開き方、そう、こんなんなんだ。いきますよ。わかんないよ。はい、せーの、ほい。わー、これ何これ、なんとですね、開けたらですね、まあ私のね、うん、あのこちらイラストの方にタマコが勉強してると思うんですけど、机に勉強できないのね。え、このですね、はい、勉強机に鉛筆とかね、あの消しゴムとかが置いてあると思うんですけど、はい、なんとこれがこうグッズになって、はい、これ見てもいいですか？どうぞどうぞ、お手に取って見てみてください。え、これさ、これ見て、これ バトル消しゴムってやつだね。何これ、バトルだ。小学生の時流行ったよな、ね、でこっちさ、鉛筆多分さ、ここバトエンじゃん。やばね、これさ、すごい、どうする、受験生が手にしたらさ、やばいよ、勉強できないよ、楽しくて。切り抜き動画を作って不況、寝不足で10ダメージ。ダメじゃん。スパを投げる。確かに懐に一番ダメージ、うまいな。ほら、他にもね、缶バッジとかも入ってて、これ全員分あります。缶バッジ見てもいいですか？あ、どうぞどうぞ。見ちゃおう。かわいい、プーちゃんの顔面ガチかわいい。かわいい、ね、誰？プーちゃん。あ、プーちゃんね。なんか裏目。プーの何探してたの？手が侵入する位置逆じゃねえ。なんかね。これは実写と 3D の都合です。なるほどね、シャドウはじゃあ見てーこれ。おいおいしい。どこ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 、痛い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 、これ、いやいやいや、ちょ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 、お前うちのプーちゃんだって可愛いんだぞ。うちのリーダーだってな。どこだよ、ふざけんなよ。うちのリーダーだってな、可愛いの。いや、みんな可愛いよ。今回のこのリエルさんの顔マジでいい。可愛い、今回みんな可愛いよね。マジで可愛いんですよ。それぞれね、普段見ない表情してるよね。見て、めいちゃんもなんかいつもより3倍イケメンだよ。イケメンだよ。ね、待って待って待って、詐欺詐欺詐欺。違う、いつもです。缶バッチいいよね、カバンとかに付けれるからね。可愛い、オタクカバン作ってくれ、みんな。え、これも入ってるんですか？あ、これはですね、うん、なんとコミックマーケットに来た方限定の缶バッチとなっておりまして、はい、現地にね、いい、足を運んでお買い上げいただいた方だけについてくる缶バッチです。なるほどですね。特別です。なんか紹介してほしそうな人がいます。ありがとう。そう、一人で寂しそうな顔して、一人でチラッてやって、誰も触れてこれんやん。かわいい、お目目がキラキラでかわいいですね、うん、ここ。お口大好きだよね、うん、ありがとうございます。美少女おります。満足しました。くーちゃん、これ、これ撮ってみてください。これなんか入れる。よく気づきました。これ何これ、なんかいる。何この髪を。これはね、ちょっと見てみてくださいよ。まさか赤本ということは、青桐高校視聴者推薦入学テスト。推薦、推薦。いや、かんでかんで、イエーイ。視聴者推薦入学テスト、何ですかこれは。これはですね、はい、なんと視聴者さんに向けてね、あの、私たちの配信での部分が問題となって出てくるらしくて、抜き打ち持ち物チェックの際にガブリエルのサイクルにはいくら入ってたとか、こんな感じで動画とか配信を見ないとわからないような問題が書いてあるんですよ。なるほどね。へー、いや待って、ちょっときしょい問題あるな。
一番サンタさんをお迎えする準備ができたやつが優勝選手権の種目サンタさんへの熱いお手紙のコーナーにて春雨恨めが書いた手紙の内容でカッコに入る正しい組み合わせは次のうちどれ。やめてほしい選択肢がこんな感じでそう問題がいっぱい書いてありまして、うん、答えはね、うん、ここに飛んでもらうと出てくるっていうシステムとなっております。すごい、はい、青切のことをもっとよく知ろうというテストです ね。ぜひこれ解いてみてさ、X とかで何点だったよとかポストしてほしいね。そうですね、うん、もう今はなきね学生時代の記憶をみんなも思い出してもらうためにね。ね、学生時代か3年前ぐらいだな、うん、どっけこれはねこんな感じでした。はい、次に気になるのはどれですか。お白い筒気になる。筒気になる。開けてみてごらん。開けて。あ、なんかチョロチョロしたものが入ってますよ。チョロチョロしたものが。なんだなんだ。味わう。てこれは、はい、分かった。はい、ランチョンマットだ。ランチョンマット。絶対違うだろ。絶対違うよ。ボケをかますな。これ何。クリアポスターだ。クリアポスター。え、大好きクリアポスター。ここまでめっちゃ集めてた一時期。なんか窓。そうなんだよね、窓透けるんだよね。クリアポスターってすごい。すげえ。ここからね顔出して進撃の巨人の真似ができるらしいですね。下も最後やってました。進撃の真似いいね。え、かわいい。これかわいいですよね。私配信部屋に貼ろう。で、これね、お部屋に貼りたいよね。かわいい。くるくるになっちゃう。額に入れたいな、額に。額に入れて飾った。そうだね、そしたら綺麗に飾れますね。じゃあ続いて、はい、これ何。これ色紙でございます。え、かわいい。うわ、エモい。これさ、もらえるのかな、この色紙って。うちら、うん、もらえるんじゃない。全員分サイン書いてもらおう。出たー。そういうの。どっけどっけ。あーずるいって今コメント欄ずるいずるいだよ。あーいいな。すごいプリント綺麗ですよ。綺麗だね。ここの上の方が雲なのめっちゃ好き、うん、エモい、ね、色もちょっと夕焼けチックで ね、すごい綺麗なイラストだよ本当に。アオリにはないエモさを描いてくれてる。いや確かにこれ何なんだ、ね、このエモさいいのかな、うん、こんなエモくなっちゃって。本当にね、まあ、全くいいね、存在しない記憶だからえんちゃう。何してもね、仮想現実だから。そうだね。はい、というわけ で、はい、でこれが最後かな。一番でっかいやつ。一番そうメインと言っても過言ではない。何ですかそれは。真ん中に持ってきますよ。さすがです。力入ってますね、アクスタ高校。さすがアクスタ。ちなみにこれ何アクスタですかこれは。これね、ジオラマアクスタとかじゃない。あ、アクリルジオラマ。なんとこちら組み立てたものがこちらになります。なんとあるんです。すごい。あかんだ。カメラに見せて。カメラに。かわいい。見てこれ。かわいい。全員がちゃんと立つようになってて。そうなんです。めっちゃ可愛い。しかもこれね、どこも四角だからどこでもくっつけられるんだよ。これね、こうやってカップリングができるんだね。そう、こうやったりううできる。私横にやったりもね、横にやったりできるし。すげえ。そうなんです。しかもロゴがついてるこちらの一個だけの四角いやつ、はい、これロゴをポッて取ったら、うん、好きな推しキャラをさせるんです。あ、おお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 推しがって言うから、あ、じゃあ違う。失礼だよ。せめてキャンセルしたら戻せ。これって私たちがやってそんな部活っぽいよね、みんな。そうだね、それぞれ音楽好きなやつは音楽やっててね、うん、今回このグッズはあれでしょう、なんかショッパーの中に入って。あ、そうなんです、はいはいはい、これら全部がまとまってショッパーに入ってて、そのショッパーもね、ちょっとあるんですけど。あ、いいんですか、ご紹介していただいて。こちらが全部のグッズが入ったショッパー。これでこれで売られるらそうです。そうです。エモ。こちらの手紙、今回は全部入っておりまして、はい、これ全部入って1万5000円になります。これで素晴らしい。税込み税抜きどっち。大事だよ。込みだそうです。込みなんだ。税込みで1万5000円、しかもです いいね、このショッパーも現地に来て、はい、現地で買ってくださった方だけについてくるショッパーでございます。エモ、しっかりしてる、ね、なんか一回系で最大3セットまでしか買えないそうです。そうです、1人3セット。もっと欲しいよ。欲しいよね。あなた欲しい。買いに行こうかな。わかる。見張り気をつけてる、見張り、なんか腕組みながらこう、青切り高校ちょっと頑張ってんじゃん今って言いながらこうやって。それは使えるよ。それは使っていく。めちゃめちゃショッパーの裏面気になるでしょう。裏面はですね、はい、当日購入した体の楽しみということで、うん、はい、そうですね、まだ見せられないからね。そうだよ、見せられないな。え、これめくってもいいの。ダメに決まってる。あー、モザイクショッ
ちょっと知らないですよ、ね、だってみんな見たいかなって秘密っつってんの、うん、か秘密って言葉自転で調べてきたじゃあお楽しみということで、はい、まだお楽しみでございます、はいはい、今年のねコミックマーケットはですね8月の11日、はい、12日ということで、はい、ぜひ青霧高校のねこちらのこちらに書いてあるこっちこちらね出展を見に来てください皆さん、はい、なんかね今回青霧高校入り口入った時にこれがなんかでっかく飾られてるらしいね、すごい入った瞬間青霧ってなるみたいな話を聞いてるので、楽しみ、はい、すごい楽しいですね、でっかいんだ、でっかいらしい、タマコ先輩何匹分ぐらいタマコが多分3人縦に並んだくらいか、そんなにでかいんだ、写真撮ってツイートしてください、そうだね、楽しみ、でっかくなったね、でかくなりましたよ、うん、物理的に、うん、物理的にもうね知らない人たちにもね、おなんか可愛いじゃんって言って気に入ってもらえるようにね、はい、青霧高校ってなんか可愛いんだなって言ってね、そうだね、ね、ぜひ皆様遊びに来てください、お願いします、お願いします、じゃね、それでは青霧高校のタマコとコバルト、フラメとポプラでした、バイバイ。